そういえば、ギルドの借金ってどうなったんだろう。すっごい額だったよね。ああ、それなら。貸したものは返せ。それがオタクのギルドの心情。ということで良いですかな。7年間。おい小僧、戦争ってことでいいんだな。フェアリーテールらしいというか、なんというか。よし。お前が四代目フェアリーテールマスターとはな。何言ってんだよ。こんなの代行みてえなもんだよ。今すぐこの座返すよ。では返してもらおうかの。次のマスターはすでに決めてあるんだ。五代目フェアリーテールマスターギルダーツ・クライブ。ギルダートはどうした？置き手紙がありました。マスター、それにギルドのみんなよ。マスターとか悪いが柄じゃねえ。俺はしばらく旅に出る。気が向いたら帰るつもりだ。それまで元気でな。フェアリーテールは俺の家だ。必ず帰る。その時までにフェアリーテールがまたフィオーレ一のギルドになってることを願う。だがそれは俺の役目じゃねえ。お前たちの役目だ、マスター。それがあんたの最後の仕事だ。フェアリーテールを再びフィオーレ一のギルドに。最後じゃと？バカタレが。こうなったらもう誰にもマスターの座は譲らんぞ。結局どういうことなんだ。じっちゃんが3代目で6代目ギルダーツは5代目だけど、私たちにフィオーレ1の夢を託して旅に出ちゃったみたいね。フィオーレ1か。気の遠い話だな。そうでもないぞ。手っ取り早く1位になれる方法がある。わしらがいない間にフィオーレ1を決める祭りができたんじゃ。フィオーレ中のギルドが集まって魔力を競い合う。その名も大魔刀演武。おお、大魔刀演武、楽しそうですね。まさに祭りってわけか。なるほど。
そこで優勝すればフェアリーテイルはフィオーレ1のギルドになれる。しかも優勝賞金は3000万ジュエルじゃ。おお、燃えてきたぞ。大会は3ヶ月後ね。十分だ。それまでに鍛え直してフェアリーテイルをもう一度フィオーレ1のギルドにしてやる。いいね。うん、みんなの力を一つにすればできないことはない。祭りだよシャルル。このギルドは年中そうでしょ。男、祭りといえば男だ。目指せ3000コン、目指せフィオーレ1、チームフェアリーテイル大魔党演舞に参戦じゃ。そうとなればじっとしてられねえ。修行だ。さっさと出かけっぞ。出かけるってどこへよ。そう言うと思って宿の予約は済ませておいた。早っ。それでどこへ行くの。修行。ギルドの皆で行くとなればそれは合宿。合宿といえば海だ。よし。いきなり受ける依頼も決めてあるんです。はい、これ依頼書です。グレイ様とジュビア二人っきりのお仕事です。先に行って待ってますから必ず一人で来てくださいね。あ、おい、って言っちまった。くそ、これじゃ断りづらいじゃねえか。くっつくな。いろいろ当たってんだろうが。いいじゃないですか、誰も見てませんよ。思いっきりギルドの中だろ。全員こっち見てるぞ。はいはい、お幸せに。さっさと行っといで。二人きりでお仕事か。デート？ちげえよ。ほら行くぞ。声出すんじゃねえ。行き先は。はい、どれにする。行き先はここにするか。何が出てくるか。と、やれやれ、お出ましか。メイクハンマー！ウォーターメーカー！
さて、アイスメイクハンマー、ウォーターデッカー。さて、アイスメイクアイスゲイザー、ウォーターハーネス。よし、俺たちの勝ちだ。お？はい。ありがとう。さて、アイスメイクハンマー、ウォーターカーネス。アイスメイクハンマー、ウォーターカーネス。ジュビア、愛してる？